最近どう？ひなぴよです。じゃあ今日も蛇の命の続きやっていきたいと思いますが、いやーもう毎回ね、期間空いちゃうんだよね。申し訳ないね。ちょっとでもね、今回はね、内容ちゃんと復習してきたからわかるよ。ハンター殺害事件の真相をこれから暴いてこうってところで、犯行現場があそこだったんじゃないかって、地下だったんじゃないかってとこで終わったんだよね、確かね。じゃあやっていこう。とにかく犯行現場は地下の電気制御室で間違いないよ。ヘビボールで電力を融合させてハンターを感電死させたんだよ。では犯行が電気制御室だったとして、その電気装置を作動させたのは誰なのか特定できないだろう。あんたしかいないでしょ。部外者の人間が電気制御室で電力融合などと複雑な機器を扱えるわけないだろう。ブラックドクターが電気制御室のような難しい機器を使用できた理由はもちろん、これだよ。助手は最先端技術に詳しい。これ自分で言ってたことですよね。ねえ。そうだよ。機械に詳しいなら電気制御室も扱えるはずだよ。その根拠はどうかと思うけど。地下は不法侵入罪。それに鉄格子も複数あったよな。部外者の人間がどうやって電気制御室まで侵入できたというのだ。旅館の人間でもないのに地下の電気制御室に侵入できた理由は？これなんだけどさ、おかみさんとかに許可取って入ったんじゃないかなっていう説が私の中であって、なんかさ、おかみさんが、警察側だって十分怪しいけどねみたいなこと言ってたことがあったじゃない？結構前だと思うんだけど。で、それって、なんか、操作させろとか言って無理やり地下に入ったからとか、そういうのがあったのかなっていう。ってところで何を差し出すかなんだけど、証拠として。これか？旅館に捜査令状。国から発令された正式な捜査令状。この旅館の凶悪犯を捕まえるべく警察が出動。合ってるね。OK。そうだよ。警察側の人間は不法侵入罪よりも強い法律。捜査令状があるんだよ。地下へのガサ入れだって可能なはずだよ。そっか。じゃあ普通に捜査令状があるからって言ってガサ入れしてるのを、おかみさんが怪しんでたっていう可能性は普通にあるよね。操作令状？この話は地雷なんじゃ。その通り。自ら操作令状の話を蒸し返してしまうとは、さすがはヤブヘビ。なんかダメなことあったんだっけ？なんでだ？ 国からの操作令状でここに来てるんだから、警察側が犯人なわけないだろうみたいな、そういうことだよね、きっとね。やべ。そう。我々警察は国からの捜査令状でたまたま旅館に派遣されただけ。たまたま旅館に派遣された我々にこんな手の込んだ事件を起こせるわけないだろう。国からの捜査令状、この難題が残ってたよ。だけどハンター殺人事件のか、かけキャキャチェイヘイ。だけどハンター殺人事件の解決によって全ての事件が解決された今なら、この難題も乗り越えられるはずだよ。旅館に出された捜査令状、本当に偶然なのか？カッコで、そろそろ攻めに転じるべきって書いてあるから、偶然ではなかったってことなんでしょうね。捜査令状のタイミングは必然です。そうだよ、必然だよ。旅館に凶悪犯がいるんだから、捜査令状が出されるのは必然じゃないか。ほう、その凶悪犯とは誰のことだ？黒幕のお前に決まってるだろ。それでは順序が逆転している。我々が凶悪犯だとしたら、凶悪犯が旅館に来る前に凶悪犯が旅館にいたという矛盾が生じる。それはそうだ。こんがらがってきたよ。記憶を遡って考えるべきだよ。捜査令状が出されていたなら、警察が来る前にこの旅館で何かが起こっていたはずだよ。この旅館で警察が来る前に起こった出来事は、忘れた場合は消去法で OK。停電、監禁、殺人、停電です。停電の証拠がこの停電だっていうのがいつもちょっとじわってしまうんだよね、これ。確かにそうだったよ。刑事さんたちが来る前にもこの旅館で停電が起こってたよ。どこぞのボロ旅館で停電が起こっただけで警察が緊急出動か？どれだけ平和な国のおとぎ話だ。
だったらその停電にも原因があるはずだよ。最初の停電とハンター殺害時の停電、この旅館で停電は2回起こってるわね。この2つの停電、原因が同じだとしたら最初の停電が起こった原因もあの設備に違いない。これはハンターを殺害したと言われている電気制御室だよね、多分ね。うん、合ってる。そうだよ、ハンター殺人事件が解決した今になってようやく見えてきたよ。最初の停電の件も地下で電力融合が作動してたに違いないよ。バカの一つ覚えのごとく電力融合か。その証拠でもあるのか。証拠？ハンター事件の時は電力の融合から攻撃力15のエネルギーでブレーカーが落ちて停電。攻撃力15になると停電確定。そしてさらに反応するものといえば、火災報知器もスプリンクラーもないので警察犬ですね。警察犬。そうだよ、攻撃力10を超えた時点で違法兵器。15にもなればさらなる危険物だよ。そして警察犬は重度の危険物なら 1km 離れてても探知できるって話だったわね。お、なんだ、図星か。おいおいおい、メガネが曇ってきているんじゃないか。そういえばここから 1km 圏内の距離に警察犬のいる訓練施設があるらしいよ。警察署も近辺にあるしね。つまり旅館の電気制御室で電力を融合させて停電、その融合エネルギーを1キロ圏内の警察犬が違法兵器と勘違いして旅館に捜査令状が出されたわけね。すっごい作り込まれてんね今スラスラ喋ってたけどさ、なんかはあ、これ すごい作者様天才ですね。緑川様天才ですねこれね。それじゃあ捜査令状より警察の追っていた旅館にいる凶悪犯って、強盗殺人犯のこと、違法兵器所持者のこと、国際指名手配犯のこと、反社会勢力のこと、これだよね多分、違法兵器所持者のこと。あ、違うか、あれ、え、これ全部違くない。え、強盗殺人犯でもないじゃん。違法兵器所持者、違法兵器所持者ってヘビボール持ってる人のことってこと。じゃあ私じゃねあれ、僕が凶悪犯ってことですかねそうだよ、架空の違法兵器所持者の存在を作り上げることで旅館への令状発行に成功したんだよ。うまくできたシナリオだが大きな矛盾点があるのだよ。なんだい。我々警察が旅館に派遣される前に地下の電気制御室を作動させた人物が旅館内にいなくては成り立たない話だ。うん、だってこれで電力融合させるってなったらヘビボールが必要だから、もともとヘビボールを持って旅館に訪れてしまった僕が電気制御室を作動させてしまったってことでしょうか。確かに警察は後から大雪の中やってきた様子だったしな。我々が派遣されるより前に誰が電気装置を作動させたというのだ。ムカデ、ヘビ探偵、その時点では旅館内に共犯者がいた。ブラックドクター本人。え、これってさ、ミスリードじゃないよね多分ね。私のその推理が当たってれば多分ヘビ探偵なんだよね。これ素直に答えるべきかな。僕が凶悪犯ですって。いやでも、ここで嘘つく意味もないよね。だって持ち込んじゃっただけだもんね、ヘビボールをね。ヘビ探偵が？自分で何言ってんのよ。タイミング的には確かにヘビ探偵がフロントでチェックインしてる時に停電してたけど。ん？フロントといえば、ちょうど真下の階にヘビボールが並んでいたような。そしてその先には電気制御室。あ、やっぱ当たってんだ。来客者の持ってるヘビボールによってフロント地下のヘビボール同士が共鳴。そうだよね、やっぱそういうことだよね。
その共鳴エネルギーが隣の電気制御室に伝わり、電力装置が作動するような仕組みさえあれば、ヘビボール持ちの客が旅館に来る絶好のタイミングで警察犬を勘違いさせ、捜査令状を出させるシステムになるよ。やっぱりな、ブラックドクターの狙いはだってヘビボールだっていうのはもううすうす感づいてたもんね、みんなね。偶然だろう、停電と捜査令状がたまたま重なっただけだ。思い返せば過去に監禁騒動が起きた際にも警察が来る前に毎回停電が起きてたよ。怪しいと思った方がいいよ、そういうのね。あれはヘビボール持ちの来訪に、あれはヘビボール持ち客の来訪によって停電、かっこ電力融合、警察犬、捜査令状のシステムが発動してたんだよ。停電後に毎回すぐ警察、そんなマンネリが5回はあったならすぐ見破られるだろう。確かに、確かに停電、警察来訪のワンパターン傾向になんで今まで気づかなかったのか謎だよ。それはそうよね。ワンパターン傾向をごまかすために黒幕が広めた噂、呪われた旅館の噂。そうだよね、ツチノコの噂は警察がこっそりハンターとかムカデに教えてただけで、みんなには知れ渡ってなかった。広まってる噂といえば呪われた旅館の噂。そうだよね、ゲーム最初に始めた時さ、雪崩とか停電とかその何監禁みたいなのが一気に起こったから、やっぱ呪われてるよこの旅館みたいになったから、呪われた旅館で解決させてたんだ。そうだよ、そのための呪われた旅館の噂なんだよ。ヘビモールも、はい、水分補給 OK です。ヘビボール持ちの客が来て、ちょうど旅館の呪い関連の規約を読んでるタイミングで停電が起こるから、そのまま呪いの仕業に持っていけるんだよ。そういうことか、よくできた仕掛けだな。確かによくできた仕掛けだ。だがよくできすぎているだけに矛盾もあるのだよ。矛盾？どっか矛盾しろ。そんな大掛かりなシステムを部外者が用意できるものではない、旅館側の人間でもない限りな。いやだってあなたが救世主 X なんじゃないですか。命の救世主 X さんがこれなんか用意してくれたって話じゃなかったでした。確かに部外者には無理だよ。旅館の全てのシステムを理解、それ以前にシステムを設計できるレベルでもない限り、旅館側の人間ではないブラックドクターが大掛かりなシステムを用意できた理由はこれですよね。命の救世主 X だったから。お、勝利 BGM、 命の救世主 X、 やっとつながったわね。ついに因縁の対決だよ。おおヘビごときがよくもここまで足を踏み入れたものだな。すごい、なんか何めっちゃ充血してるよ。かっこいいねブラックドクター。真相に迫ってるよ、ここからが正念場だよ。戦いの激化に備えて行動を選択してね。 HP ちょっと少ないか。いや、セーブはしたい、セーブした方がいい。セーブ画面を開くよ。はい、議論に戻るよ。いよいよ救世主 X の謎を追求する時だよ。救世主 X は過去に旅館の温泉を掘るために70万ゴールド以上かけたと言われてたけど、その現状はツチノコ目当てだったらしいよ。これが違うんだよきっと。そして温泉が湧き出るどころか旅館ごと沈没させてしまったって話だね。早速矛盾してるじゃねえか。ああ、言葉遣い変わったね。救世主 X はツチノコ目当てに地下を掘ったけ、ツチノコ100万ゴールドは警察が流したデマだったけ、どちらもお前が証言したことだ。この俺が救世主 X なら、自分で流したツチノコ100万ゴールドのデマに釣られ自分で地下を掘ったとでも言うのか。矛盾してるならどちらかの証言が間違ってるはずだよ。ミスリードさせられた証言はこっちだよ。救世主 X はツチノコ目当てに地下を掘った件、
だってヘビボールを欲しがっていたじゃない、あなた。ツチノコ目当てじゃなくて、あなたヘビボール目当てだったんでしょ。え、ツチノコ100万ゴールド目当てで地下を掘ったんじゃないの？ツチノコでないなら地下にツチノコ以外何が埋まっていたのか提示してもらおうじゃないか。ツチノコ以外何が埋まっていたのか思い出すか。地下にあったものといえば、地下にツチノコ以外何が埋まっていたのか。ヘビボールはでも地下には埋まってないよ。あ、でも今埋まってるってこと？え？ツチノコでないなら地下にツチノコ以外何が埋まっていたのか。埋まってたわけじゃないじゃん。今埋まってるけど。ヘビボールを提示していいのか、これは。提示する？地下には何が埋まっていたのか。そうだよ、狙いはツチノコと見せかけて本当の狙いはヘビボール。いや、やっぱそうだよね。提示しないのが、提示しないのが正しいよね、多分ね、これね。うわ、今埋まってるからなと思って出しちゃったな。とも見せかけてどっちもミスリードのやつ。まずいよ、黒幕のペースに乗せられてる気がするよ。黒幕の目的がヘビボールで、地下にはそのヘビボールがある。救世主 X はヘビボール発掘のため地下を掘り起こしたのだろう。惑わされちゃダメだよ。そもそもヘビボールの元々のありかは、レアヘビの体内、そうだよ、ヘビボールはレアヘビ、レアヘビの体内に宿る鉱石で、土の中にあるもんじゃないよ。だったら地下にあるヘビボールの数々はどこから湧いて出たというのだね。これは売られたものなんじゃないですか。拾ったものではないだろう。もらったものでもないだろう。売られたもの、このさ、監禁事件でちょうど7770ゴールドにして、こう危機感を持ったレアヘビくんが旅館に売ったものを地下に埋めているっていうことなんじゃないですか。そうだったよ、旅館に売られたボールを地下に保管しただけ。もともと埋まってたわけじゃないよ。あー、やっぱ合ってたんだ。くっそー、いやー、間違えた。本当に売られたヘビボールだけかな。言われてみれば、いつの間にか地下に自然発生したヘビボールもあったよ。自然発生？地下に自然発生していたヘビボールの正体は、レプリカ押収品隠し財産。レプリカなわけがない。隠し財産でもないだろうから、これは押収品。なるほど、あ、なるほど。そうだ、ヘビのさ、でかい大型種とポイズンスネークを、なんだろう、事情聴取してる時にいろいろ押収できるものがあるかもみたいな、そういうことなのかな、もしかして。そうだね。そうだったよ、旅館に売られたボール以外にも黒幕自身が剣士や5人逮捕で押収したヘビボールもあったよ。3通りの入手プランとか言ってたやつだね。ああ、そうだそうだ、言ってた言ってた。壁に固定されている理由は転売や盗難届を防ぐため。それに加えて地下の仕掛けで電力融合をオート発動させる目的もあったね。お、あ、よしよしよし、戻った戻った。だが救世主 X が大金をはたいて地下を掘り起こしたのは事実だろう。土の子もヘビボールも埋まっていないなら、地下には何が埋まっていたというのか。何も埋まってなかったんじゃないの？逆転の発想って書いてあるってことは。提示するものが尽きたなら提示しなければいい。そうだよな、さっきも提示しなければよかったんだよな、きっと。提示しないだ、推理を放棄する気か。地下には何も埋まっていなかったんですよ。推理を放棄するんじゃないよ。地下に何も埋まってないのに掘った、何も埋まってないのに地下一帯を掘り起こしただと。地下同様に頭の中もスカスカになっちまったか。何か別の報酬があったのかもしれないよ。
銃器に金を費やし、掘るのに労力を費やし、リスクだらけじゃねえか。地下掘ったり、設備提供に70万ゴールド以上かけたって話だから、100万ゴールド近い見返りがないと採算が合わないな。金や労力だけの話じゃねえぞ。旅館が沈没、旅館が沈没してしまうリスクもあるからな。旅館が沈没してしまった事故、救世主 X 的には大失敗だった、大成功だった。これさ、大失敗だったって言わせたかったんじゃないかな。でもこれは本当は救世主 X 的には大成功だったってことなんじゃない。旅館側的には大失敗だけどね。沈没させたのが大成功だと、わざと事故を起こすバカがいるか。現に沈没が失敗だったからこそ旅館にお詫びする羽目になったって話だろう。そうだったよ。沈没のお詫びとしていろいろ設備などを提供されたけど、お詫びをした救世主 X の意図は、陥没したミスによってお詫びした。お詫びすること自体も目的。うーわー、すごいね。お詫びすること自体も目的だったってことなんじゃないのかな、これは。この選択肢が出るっていうことは。ほー、お詫び自体が目的。もう逆転の発想だらけでついていけなくなっちゃったよ。私も割と脳死でやってるよ。救世主 X からは設備提供の他にも改装などの援助があったけど、そういえば旅館のおかみさんも部屋を狭くリフォームしたのも救世主 X の仕業って言ってたわね。それさ、改悪だよね。改善じゃなくてね。まず救世主 X にとって部屋を狭くリフォームする利益などないだろうが。救世主 X が部屋を狭く改装した理由は、客を排除するため、貧乏人の客を排除するため、金持ちの客を排除するため。金持ちの客を排除するためかな。だって貧乏人しか多分泊まれないから、金に困ってヘビボールを売る羽目になるんでしょ。お金持ちの人がいたらポンって払えちゃうもんね。うわー、もう毎回ミスリードの演出にビクッとしちゃうよ。こんなの完全に初見をやりに来てるやつだよ。何だったんだろう。まずは金持ち客を排除するためという根拠を提示してもらおうか。思い出す。救済用処置として、そこの ATM から指定の口座に7770ゴールド振り込めば金の扉が開業される仕様。そうだよね。金持ち客を排除したい理由を示す証拠はこれ。そうだよ。うわー、ピロリン。換金用金の扉の解錠条件は7770ゴールド振り込むこと。もし金持ちの客がいたらすぐに振り込まれてしまう可能性が高いんだよ。そうなると、お目当てのヘビボール獲得前に換金状態が解除されてしまう危険があるんだよと思ってそれを選んだんだけど、違うのかね。確実とは言えないな。部屋が狭くても温泉やパスタ目当てに金持ち客がやってくる可能性だってあるだろう。それは確かにそうね。温泉とかパスタが目当てだから部屋が狭くてもいいわっていう、なんかちょっとさ、変わった思考を持ってる金持ちのお客さんが来る可能性だってあるもんね。確かに。そもそも命に関わる緊急事態なら金持ちじゃなくても7770ゴールド振り込むものが現れる可能性も高い。金持ちでも振り込めないようにするためにもっと根本的な手段があったのでは。振り込み価格を7770万ゴールドに値上げする。いや、振り込み自体を受け付けない。最初からこれを ATM 受け付けないようになってたってことなんじゃないの。そうだよ。振り込みを受け付けなきゃいいだけの話だよ。実際に ATM エラーで振り込めなかったしね。都合よくエラーが起こったとしても怪しまれるだけではないか。 ATM 故障を理由付ける言い訳も用意していたはず。停電、バグ、2000年問題。2000年問題ってどんなやつだったっけね。ちょっと調べようかな。
ちょっと今2000年問題聞いたことはあったけど内容が分かんなかったんでちょっと調べたんですけど、2000年問題、西暦2000年になるとコンピューターが誤作動する可能性があるとされた都市問題である。ミレニアムバグとも呼ばれた。はあ、コンピューターは正常に認識できなくなるという問題が主に取り上げられるが、グレゴリオ暦における示準法を誤解して生じる問題もある。はあ、なんかよくわからんけど絶対に ATM 故障を理由づける言い訳にはなってないので停電でしょう。はい、そうだよ、監禁騒動の前には必ず停電が起こる仕組みがある以上、その停電を ATM エラーの言い訳としても利用したに違いないよ。まあ、もはやリアル振り込めない詐欺だね。そうなるとエラー以前に ATM と金の扉はもともと連動さえしてない可能性も高いわね。どうやって1日で連動させたんだって話だし。金の扉はどんなバールでも破壊不可能だ。 ATM と連動してなければ金の扉の解錠方法がないだろう。バールでは破壊不可能でも設置した張本人なら別の解錠手段を確保してるはずだよ。だったら新たな矛盾が生まれてしまったようだな。金の扉と ATM が連動してないなら自分で証言してた金持ちを排除する動機も連動しなくなるだろう。はあ、そうだね。うわ、ちょっと考えが甘かったな。それじゃあ他にも部屋を狭くする動機があるはずだよ。救世主 X が部屋を狭く改装した本当の理由は、狭い方が殺しやすいから閉じ込めやすいから旅館したがる人を、宿泊したがる人を減らすため、わいせつなことをするため。逆転の発想。なんで部屋狭くしたんだ。部屋を狭くするメリット、ヘビってさ狭いところ好きっていう話じゃなかったでしたっけ。狭いところが好きだからヘビが泊まってる部屋には壺も用意してあるみたいな感じの話を自分でしたような気がするからなんとなく覚えてるんだけど、っていうことは宿泊するヘビを増やしたかったんだよきっと。だから宿泊したがる人を減らしたかったんだよきっと。そういうことじゃない。逆転の発想も一応見る。救世主 X の目的はヘビ、客全体のヘビ率を上げるにはヘビ以外の率を下げればいい。そういうことよ。きたー、宿泊したがる人を減らすためです。宿泊する人を減らすため。そうだよ、客を減らすというよりあくまでヘビ以外の宿泊数を減らす目的なんだよ。人間の宿泊数が減少すれば代わりにヘビが宿泊する率が上がるからね。客のヘビ率が上がれば救世主 X のお目当てヘビボールの獲得率も上がるってわけね。狭い部屋ならヘビ率が上がるだ。そんなのヘビが狭い部屋に強いこと前提の話じゃないか。本当にヘビ強くない、違うっけ。ほらほらほら、実際ヘビは狭い部屋に強いよ。壺の中で過ごすヘビもいるほどだしね。実際そうだったにしても、救世主 X 自身がそれを知らなければ無意味な話だ。ヘビが狭い部屋に強いなどという無駄知識をな。なんだそりゃ、救世主 X が知っていたかどうかを証明するなんて無茶ぶりすぎるよ。え、証明できるのか。救世主 X が知っていたかどうかを証明する、思い出そう。狭い土の中を好むため滅多に見かけないレア種のヘビ。土の子が狭い土の中を好むっていうのが分かってるってことは分かってたんやろっていうこと。証明できるだと、何を根拠に言いやがる。土の子の手配書かな、これよね。土の中を好むため滅多に遭遇しない黄土色のヘビ、そうだよ。ああ、ポイズンスネークだ。そうだよ、土の子は狭い土の中を好むって話だったよ。つまり狭い場所に強い前提の話だよ。土の子なんぞ作り話だったと結論が出ただろうが。その作り話を作ったのが救世主 X よ。争点は、
救世主 X が蛇が狭い部屋に強い事実に理解があるのかって話だったでしょ。この俺がこんな蛇どもに。階層の件が解決し地震の問題に移行するところであなたのターンになりました。セーブしよう。セーブして、じゃあ今回は終わりたいと思います。あーすごい、なんか勢いで駆け抜けちゃった感があるけど、結構今回スラスラ推理できてたんじゃないですか。あの今までめちゃめちゃ張ってきた伏線が今ビシバシ回収されてる感があってすっごい面白いですね。ということでまた次回お会いしましょう。おつぴよでーす。